ございます。おはようございます。ちょっとすいません、車内からスタート。はい、まあ、一応コビドルで、コビドルで車内です、はい、車内です。というわけで今から向かうんですけれども、まあ、もう今ね、なんていうの、11時、うん、久々の昼からコビドル。おー、珍しいね。朝一じゃない、ありがたい。最近ね、ずっと朝からだったからね、コビドル。いやもうね、正直言うとホールさんから、うん、もう朝一来ときゃ、うん、人来るから来いよぐらいの感じ、うん、もう番組とかどっちでもいいからとりあえず顔出せやっていうホールさんが多かったので、うん、朝一から行く機会が多かったんですけど、うん、まあ、今回のホールさんはやっぱりその番組を面白くしたいっていうのに協力的なさすがホールさんでした。そんな、いいホールの何ていうホールですか？お、聞きますか？はい、ネルサマックス四季の森店出たー。以前も行ったと思いますけれども、だから関東初コビドル。そうそうそう、関東初コビドルでやって、まあ大変好評だったというか。というわけで何をするかなんですけども、はい、前回やったの覚えてますか？ジャグラーマン。そう、ジャグラーマン、まあペカオ、3つぐらい名前があったよね。え、ジャグそう、ジャグジャグと3つ3種類名前がペカオは明るく陽気なやつだよ。ペカオでーすみたいな。で、ジャグはもう血にまみれた、血にまみれた真っ赤なタイツを着た極悪、そういう悪の化身がジャグ。あのもう勝つためには手段を選ばない、ね、手段を選ばないのがジャグで、ジャグラーマン、ジャグラーマン、ジャグラーマンはもうあの無あの感情を持たないロボ。いや、正義の味方とかじゃないの。あ、違う漫画作るけど。あ、じゃあ正義の味方。いや、じゃあラインアットマンやけど、正義の味方は。あ、そうやった、誰を呼んでるいいと思う。ペカオで明るく陽気なやつでお願いします。分かった。今回やっていただくのがペカオのオカルトロン、何々をすると何々になる、っていうのを書いていただいて、はいはい、で来てくれた人に渡して、あ、でそれがその通りになったら500円。は、安っ。くそ安くね、それ。安い、うん、労力に見合わんよ、それは。それは値段設定ミスってる。そうよ、うん、ランキングル書く、伝える、やる、成功するって4段階よ、それ。あの丸紛れで言ったら裏ボぐらいよ。え、でも単位の、まあ簡単に言うと逆押しするとペカルみたいな。ペカルの500円にならんじゃろ。高、安すぎるわそれ。ジャグラーマン怒るよ多分そんなやったら。本当1000円。分かった、じゃあ1000円。やった。言ってみるもんだ。はい、頑張ります。はい、というわけで、間に合いませんでした。はい、間に合いませんでした。おしっこをするには、一回これを取り、フードを取り、開けて上半身脱いで下げないといけないんで、間に合いませんでした。あ、匂ってみるなら。短冊に書いて渡して、これ俺おすすめのオカルトなんすよって言ってやってもらって、効果があれば成功ということは、もう委託系になるってこと。分からんよ、その場ですぐある効果かもしれん。やろ、ペカオの前でこの短冊を受け取ると肩を揉んでくれるとかでもいいわけやろ。何、ジャグラーや。え、じゃあ
1枚掛けで15回以内にブドウが揃うとお得とか。マジ相当厳しくない？なんでそんな厳しいん今回。マジで結構厳しくない？そのミッション。ああそう、わかった、頑張るわ。ちょっとやる気なくしたわ、ハードルが高すぎて。俺が先に書いて渡すやん、でそれを実行してもらって光ったら成功やん。それを証明するのに事後報告でいいの？でいいの？やってるかどうかは分かんなくていいってことね。やろ、これはあのミッションがいかんで、あのガバガバっていうか、あ、ふわふわしすぎてる。だから俺はもうとりあえず書いて配るのみ。よそ見してたら光ってた。ジャグ打ってるのにスマホにプラネット貼ってるとジャグが焼き餅焼いて光る。あまりの後の跳ね返りがある台はいい台。これ具体的に言いますと、まあ、100M 以内に当たるってことね。じゃあ皆さん OK。 ナイスメイク、完璧完璧、いい台いい台、さすがプラネット、プラネット、ハイパープラネットボーナスだね。これは予想見してたら光った。おお、ナイスナイスナイス、よそ見。一個俺のオカルトを。どういうことかっていうと、ここの犬を見ながら回してたら光る。オーマイドッグ、オーマイドッグ打法。ゴーゴーランプをスマホで隠すと当たる、かっこ光ったらキュインキュインになるから安心、隣の若い子に揃えてもらうと嬉しい。いやいやいや、自分の気持ちじゃないですか、揃えてもらうと。よしお父さん、これよかったらちょっと、あ、ごめんなさい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 、俺ちょっとこれ置いとく、隣の若い子に揃えてもらうとビッグ、隣の若い子に揃えてもらうとビッグっていう俺の編み出したオカルトなんで、あの、置いときます。全く趣旨が分かってない。あ、ナイスタイミング、俺すげえオカルト編み出してきた。息止めて押すとビッグになる。よし、息止めビッグ、息止めビッグ。じゃあ俺が1個あげようか、中から押すとビッグになるから。さあ光ったら教えて。お兄さん、ちょっと僕1個オカルト思いついたんすよ。光って右から狙うとビッグになるっていうオカルト、これ試してほしいんで、これちょっと置いとくんで、光ったらちょっと教えてもらっていいですか。あ、ちょっとこれ俺、この光がビッグになるオカルトを思いついたんですよ。だからちょっとそれ試してほしいんですけど。いや、一択です。いやいや、しあの、俺これがビッグになるオカルト思いついたんですけど、いいですか。今ちょっと離席されてたから、光った後寝かせるとビッグになる、これちょっと試してほしいんで、いいですか。わかりました、よかった。いくよ、長押し打法、長押し打法よ、長出し、長出し、長押し、長、間違った、長押し、はいはい、頑張れ。 OK! OK! イエーイイエーイ。
光ってる。Oh my dog! Oh my dog! ゴッドのライター使うと光る。お兄さんすいません、これよかったらゴッドのライター使うと光る。白いスニーカーがラッキーアイテム。過去光る。これよかったら俺オガルト、オガルト今日のラッキーアイテム白いスニーカーってことで。光ったら教えてください。アメスピ吸ってると光る。これ僕が編み出したオカルト、ちょっとアメスピ吸ってると光るっていう。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。気合を入れるため、俺後ろから今気合を送ってたんで、よかったっす。ちょっとこれよかったら置いとくんで、あの帰るだけ捨ててください。よし。相当早くしやった。じゃあ、ロさんお疲れ様でした。はい。結果の方が15件ですね。どうでした手応え的に。まあ、あの途中でコツをつかんだから。ああ。うん。やっぱね、あのもうその場完結がいいってことに気づいたよね。ああ、ちょっと見てなかった。だから放置して、はい、これして光ったら教えてくださいというよりは、うん、もう光った時とかに、うん、こうしたらビッグになりますよ、ね、の方がやっぱもう1万5000円。はい、ありがとうございます。というわけで、この1万5000円を使って第2のミッションチャレンジしますか。しません。なんで今日しません。なんで、なしようよ、ジャグラー打とうよ。なぜなら今日はもうジャグラーの口じゃないからです。なんで5万取り行こうよ。5万以上にする。俺はこれを求める。第2のミッションはしません。しません。自分との戦いですこれは。じゃあ僕から燃えかすに。そう、セルフミッション。セルフミッション。1万5000円、1万5000円を元手に増やせ。いや、番組的に第2のミッションでうわーみたいな企画で。いや、1000。もうね、ナヨさんが選ぶ第2のミッションはもう1000ことに。なんでよ。俺がついてくるとしないみたいな風潮になるやん。やめようや。やろうよ。今日はせ。今日はだって、まあずっと店内徘徊してね、良さそうな台もあったし、まあまあ結構、まあね、いつも朝じゃないから来るのが、うん、そうそう、で今いい時間なわけよ。もう4時前ぐらい、うん、4時ぐらいやろ。4時でまあ稼働もそれなりにあって、まあ、っていうかまあ稼働なんてどうのこうのっていうか、まとまりが落ちてんだよ。単純に。そんだけです。じゃあ燃えかすで、はい、1万5000円を元手に増やしたいと思います。まあ、1万5000円だからいきなりまどまぎとか行くんじゃなくて最初は増やすか。これということでちょうど隣が来ましたのでね、もうね、ただのね、窓蓋。そういうこと。中間でもいい。打ちたい。なんかしいよって何？なんかしいよ。なんかしいよって。いや、なんかブラブラしとったらさ。なんかしいよ。自腹でダンバイン打つわ。
なんで俺ジャグラーの格好して岩盤打ちよっちゃろ。赤よ。キリン。キリン。また。1万体めっちゃ多いやん。おネクストネクストネクスト。俺この前の動画のコメントで学んだよ。これを超えたら全回転。ダンガー。あ、黒騎士や。ビルバイン。あー、ダンバインか。お、キルフラッシュ。ヴィランビー星3つ。赤よっしゃい。おれい星2000円。昇格して。ボタンプッシュでオーラボーナスを獲得しろ。押すんだ。よっしゃいよしよしよし落ちろよ。よし、やばい、へそで落ちないように。よしよしよし。これ。おお。おさい。はい。頑張りは最高やね。落ちろよ。よし。頑張れ。落ちろよ。よっしゃい。早い。危なげがない。進み込め。よっしゃい。おい早いよ。赤ホリューやった。確かに赤ホリュー。落ちるよ。赤ホリューやったもん。イエス耐えた。うわー、よし。激しいよ。うわー、ダメ、やばい、これ終わるパターンや。出かせます。初めて打つ振りしよう。
めっちゃ続くけど、これ継続率どんぐらい上げたの？91%。まだまだ。よし。寝かせたかいだったよ。やばい。さっきは1回だと弱いっしょ。そんなことない。3。ダメやったからのないわな。ここでここの4つで1位になれば終わった。何発？何発？あーまあ9200。うまいね。うまい。ギャラゲットよ。ギャラゲットけどまだ5万じゃない。5万に固執する必要があるとかなのかも、うん、ない。任せるよ、台選び。せやん、マジ。うん、奥友荘付き合うよ。奥友荘、奥友荘マジ。けど、そろそろ ST 入る気がする。なんで奥友荘？なんか収束しそう。あのね、争点はね、ちょっと勝ちすぎてるんよ。あー、なるほど。そういう時ない。わかる。今日負けてるから取り戻したいんですよ。わかる。鬼があってもやめるレベル。セカオになろう。あ、キャラへこんでんだ。俺アイムとかめっちゃ久々打つわ。先がクリスタルパネルや。そう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 。ヤルヤさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果の、はい、窓マギ2とダンバインとアマジャパンとこら。燃えかすじゃない。燃えかすやん。すごいね、あの2号級のダンバインをサクッと当てる感じは。2000円で当たったわ。おー、すごいね。あれ2000円っていうか、まあ普通の店やったら1000円分ぐらいやけど。言うな、コミトルやった。コミトル。内容は燃えかすやけど、コミトルやった。ダンバインが楽しかったっていう。番組としては、どんどんジャグラーが当たる気せんね、逆に今。打ってない、ね、うん、打ってないしね。ジャグラー以外のノーマルが増えてきたからね。そうね、それはやっぱり選択肢として別にジャグラー打たなくても、まあ、バーサスだったりクリアだったりとかあるから。そうそう、まだ今はいつかまたジャグに帰る日が来るんだろうけど、まあ、今じゃないよ。ビッグボーイ。いや俺もね、途中で思ったけど。いや、そうなんや、ね、大盛りやる。しかもちょっとね、けどね、ドルチェはちょっと食べたいし、いちごのドルチェ。大盛りでね。ああ、大盛りでしかまだ目撃できない。そうそう、でありやな、ビッグボーイ行こうよ。ちょうどいい焼き頃ちょっと。いでよ、炎の精霊よ、我に力を。食べ物で遊ぶなって言われる。今日のドルチェはこれ。マジくせえ。匂いが半端ない。
勉強する子供とかにあるの？え？勉強してる。勉強する方が悪い子だと。で、仕組むところぞ。もう一回燃やしたのか。逃げよ。やるだけやって。